マイケル・ジョーダン、またの名をマイク、エア・ジョーダン、MJ、His Airness、マネー、マネー、ブラック・キャット、ブラック・キャットはマジで聞いたことないな、ミスター・ジューン、GOAT、スーパーマン、キャプテン・マーベル、ブラック・ジーザス、まあ、半分ぐらい聞いたことないあだ名なんですけども、それを置いといて、マイケル・ジョーダンは歴代最高選手と呼ばれ、バスケットボールの歴史において、最も完成され、最も達成し、最も強い選手と呼ばれています。だから人々は彼を GOAT、Greatest of All Time と呼ぶのです。俺何回もレブロン・ジェームズが一番好きな選手って言ったからめちゃくちゃ勘違いされてるんですけど、俺普通に歴代最高ジョーダンって何回も言及してるんですよね。別にレブロンがジョーダンより上って言ったことないと思うんですけど、なんかめちゃくちゃなんかレブ吉レブ吉言われる。まあそれ置いといて、歴代最高はジョーダンです。ですが、だからこそ批判されることもあります。で、中には確かにそうだなって批判もあるっちゃあるんですけど、バイアスなしで俺は歴代ランキングを作ることを目的としてます。だからこそ自分の意見に一貫性は持たなきゃダメだと思ってるし、ジョーダンに対する批判の中には何言ってんだお前ってなるような批判が多いです。というわけで今回はそんな批判をぶった切っていこうと思います。で、先に一つ言いたいんですけど、こういうそのまあアホな批判というかをしてくる人ってまあ大体レブロン信者なんですよね。9割レブロン信者で1割ジョーダンアンチみたいな、そんな感じの比率なんで、レブロンとの比較は多くなります。残念ながらこの動画でレブロンのこと語る必要ないだろうと思うかもしれませんが、あくまでその言ってくる人たちがレブロン信者なんで、レブロンとの比較は多くなります。まあそれは先に言っておきます。ですがこの動画はその2人を比較する動画ではなく、あくまでなんで今から言うマイケル・ジョーダンに対する批判がアホなのかってのを説明するだけのものです。というわけでそれを踏まえた上でやっていきましょう。今回はマイケル・ジョーダンに対するアホな批判を特集していきたいと思います。それでは早速本題に入りましょう。一つ目の批判が、3年連続1回戦で敗退したということと、同時にスコッティ・ピッペンが来るまでその3年間でプレーオフで1勝9敗な点で、基本的にこれを言う方っていうのは2つの事実に着目してるんですけど、一つ目が要はまあ3年連続で1回戦負けしたという事実。確かに1回戦負け3年連続ってあまりいい印象ではありませんし、ウエストブルックがそうした時なんてボコボコにされましたしね。だからまあこれを強調するということ。そしてもう一つが、スコッティ・ピッペンが来るまで1勝9敗なんですよ。つまりこの3年間っていうのはスコッティ・ピッペンがいなかった時期だ。これを言うことによってピッペンなしでは勝てないというイメージを植え付けようとするんですね。でこれを言う人っていうのは2種類いて、まあ一つは単純にマイケル・ジョーダンがめちゃくちゃ嫌いな人でも、そういう人はあんまりいないと思うんですけど、まあ大体はレブロン信者ですよね。でこのレブロン信者がなんでこういうことを言うかっていうと、大体はレブロンが NBA ファイナルで負けた回数を折り合いに出されたことに対するアンサーなんですよね。で前回のレブロンに対するアホな批判って動画でも言った通り、俺はレブロンがファイナルで負けたのは2011年以外攻めるべきではないって言いました。でさっきも言った通り、俺は客観的に見て一貫性を持つようにすることを心がけているので言いますけど、レブロン・ジェームズのファイナルでの勝率を攻めないのと同じ理由でマイケル・ジョーダンが1回戦で3回連続敗退したことを攻めるべきではない。まずこの3年間1回戦負けしたって簡単に言えばそれまでなんですけど、1年目はまずこれまあジョーダンの新人シーズンなんですけど、この年彼は1985年のミルウォーキーバックスと対戦します。でこの3年間の中でこのバックスはまあ一番弱いんですけど、それでもめちゃくちゃ強くて、シドニー・モンクリーフ、レギュラーシーズンでは平均22得点残しつつ、この前の年に最優秀守備選手に選ばれてるほどのディフェンダー、テリー・カミングズ、平均24得点と9リバウンドを残した素晴らしい選手、他にもクレッグ・ホジズとかポール・プレシーとか、確かにその後世に語り継がれるほどの実力者ではないんだけれども、それでもめちゃくちゃ強かった選手がいっぱいいて、歴代チームではありませんがかなり強いチームではあります。で2年目に戦った1986年のボストン・セルティックスは、まあもうこれ以上言う必要はないと思います。俺の歴代最強チームランキング見てくれた方ならわかると思うんですけど、あの年のセルティックスは史上最高のチームの一つとして覚えられてます。具体的には96年のブルズと17年のウォリアーズの次に強いチームだと思います。バード、マクヘイル、パリッシュ、ジョンソン、エインジの最強すぎるスタメンに加えてビル・ウォルトンというシックスマンで、1987年も同じくボストン・セルティックス、86年ほどではありませんがそれでも最強チームの一角です。で対してこの3年間でジョーダンが一緒にプレーしてみたチームメイトを見ると、オーランド・ウッドリッジとかチャールズ・オークリーとかいい選手はいました。
でもそれだけです。他にいい選手はあんまりいませんでしたし、なおかつ層も別にそんなに厚くない。多分この3年間で一緒にプレーした中で一番のビッグネームはジョージ・ガービンなんですけど、彼も33歳で全盛期とっくに過ぎてますし、まあ、それでも素晴らしい選手ではあるんですけれども、じゃあ86年とかにオーランド・フッドリッチとジョージ・ガービン、その辺の選手たちでセルティックス倒せって言われたら無理ですよ。ここでマイケル・ジョーダンが1回戦敗退したのを攻めるのは、レブロン・ジェームズが2017年とか2018年に NBA ファイナルで負けたのを攻めてるのと同じです。このチームであのチームに勝てるわけないだろってレブロンに対して言えたことは、この3年間のマイケル・ジョーダンにもそっくりそのまま当てはまります。なんでここでマイケル・ジョーダンが攻められるのかはわからない。いくらねジョーダンが化け物だとしても、いくら歴代最高選手だとしても勝てませんよ。でさらに言えば、レブロン・ジェームズがさ2011年には批判されるべきだって俺言ったじゃないですか。あれはレブロン・ジェームズがめちゃくちゃひどいパフォーマンスを残したから。この3年間のプレーオフ見ていきましょう。マイケル・ジョーダン、1985年のプレーオフでバックスと当たった際、新人ながら平均 29.3 得点、 8.5 アシスト、 5.8 リバウンド、 2.8 スティール、 1 ブロック。まあ、フィールドゴール成功率はジョーダンにしては低めですけども、それでもとんでもない活躍です。1986年、史上最高クラスのチームに対して、当時は第1ラウンドは3試合でスイープだったんで、3試合の中で平均 43.7 得点、もう一度言います。43.7 得点、6.3 リバウンド、5.7 アシスト、2.3 スティール、1.3 ブロック。3年目は平均 35.7 得点、7リバウンド、6アシスト、2スティール、2.3 ブロック。わかります？めちゃくちゃ活躍してるんですよ。ジョーダンは、まあ、ぶっちゃけ孤軍奮闘状態だったんですよ。だって有名な話、この1986年の第1試合で49得点、第2試合で63得点ですからね。史上最高クラスのチームに対して2年目の選手が63得点。ありえませんよ。でも負けた。もうこれはジョーダンのせいではない。批判されるべきではない。これ以上言う必要はないと思います。レブロン・ジェームズが2018年孤軍奮闘してウォリアーズで負けたのが責められるべきではないのと同じように、マイケル・ジョーダンがここで責められるのは間違ってます。で、あともう一つ、スコッティ・ピッペンがいなきゃ勝てないっていうことに対して、これはスコッティ・ピッペンが来て初めて1回戦を突破できたっていうことから来てるんですけど、まあそうですね、状況だけ見たらそうですよね。スコッティ・ピッペンがドラフトされて、マイケル・ジョーダンが初めて1回戦を突破できた。やっぱりマイケル・ジョーダン、ピッペンいなきゃ勝てないんだよと。というわけで、1回ピッペンのこの年のスタッツを見ていきましょう。もちろんスタッツが全てではありませんが、大体どんぐらい上手かったかはわかります。というわけで見ていきましょう。この年のスコッティ・ピッペン、新人ながら平均8得点、4リバウンド、2アシストを残してます。いや、そう、これだよ。マイケル・ジョーダンはこの8得点がなかったから勝てなかったんだよ。やっぱピッペンがいなきゃダメなんだよ。そう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 。この8得点がなかったらマイケル・ジョーダンは一生1回戦突破できない。なわけないでしょってこと。あの、言っとくけど、ピッペンって素材型の選手ですからね。ピッペンは1年目はそんなに上手くないけど、その後どんどん上手くなってきたからね。だからピッペン来るまで1回戦突破できないって何言ってるか分かってる？それってレブロン・ジェームズはジェームズ・ジョーンズいなきゃ優勝できないって言ってるようなもんですからね。ジェームズ・ジョーンズ、レブロンと一緒に3回優勝してます。だからジェームズ・ジョーンズいなきゃレブロンは勝てねえんだよって言ってるようなもんですからね。バカかってなりますよね。で、あの、ピッペンいなきゃ優勝できなかったっていうのに対してはアホではないと思います。これは事実だと思います。マイケル・ジョーダンにスコッティ・ピッペンとかいいチームメイトがいなかったら優勝できない。これは事実ですが、チームメイト弱くしたら優勝できなかったよねっていうのが当てはまらない選手いる？レブロン・ジェームズ、ウェイドとかカイリーとかボッシュ、ケビン・ラブ、こいつらがいなかったら優勝できてなかったよね。当たり前や。マジック・ジョンソン、カリム・アブドゥル・ジャバーとかジェームズ・オージーいなかったら優勝できてないよね。当たり前や。ラリー・バード、マクヘルとかパリッシュいなかったら優勝できてないよね。当たり前や。コービーだってシャックとかパウ・ガソルとかいなきゃ優勝できてないよね。当たり前や。みんなそう、一人で優勝できる選手はいないんだから。なんでマイケル・ジョーダンはピッペンがいたから優勝できたってことがこんなに強く反映されるのってこと。バスケットボールはチームスポーツですよ。チームメイトが弱かったら優勝できなかったよねっていうのは全ての選手に当てはまることです。だからピッペンがいなきゃマイケル・ジョーダンが優勝できないっていうのは事実だけど、それを折り合いに出してマイケル・ジョーダンの評価が下がるのはこれ上ないほどアホだと思います。皆さん、今のところこの動画は面白いですか？もし面白いと思っていただけるのならば、皆さんの貴重な時間を2秒だけ貸してください。やってほしいことはただ一つ、下の高評価ボタンをポチッと押していただきたいのです。これをしてくれると俺自身とてもハッピーになりますし、このチャンネルが他の人に広がりやすくなるんです。押してくれた方は本当にありがとうございます。
長くなりましたが、今のが1個目で、なおかつメインのアホな批判というか、今回話したかったことなんですけども、この後2つほど、まあちょっと小さめではありますけども、話したいことがあります。1つ目は、3が打てないからそんなに強くないって点。で、これね、レベルがあると思うんですよ。1つ目は、あのままのプレイスタイルで現代来たらインパクトは減る。このスタンスの方は、間違ってないと思います。確かに、あのスタイルで今の時代来たら、あの時代ほど活躍はできないとは思う。それは事実だと思うんですけども、それは別に批判ではないじゃないですか。今回話すのは本当に批判的な意味で言ってる方、つまりマイケル・ジョーダンは3が打てないから、そんな3が打てない選手を歴代最高なんて呼べねえよって方に対して言ってます。で、まず第一に、3がいらなかったってのは皆さんお分かりですよね。あの時代3ポイントシュートはまだそこまで重要視されてませんでしたし、レジー・ミラーとか除けば3ポイントシュート主体のプレースタイルでスターになり上がった選手ってそんなにいないんですよ。だからマイケル・ジョーダンはそもそも3必要なかったってのはあるんですけど、もし現代プレイしてたらマイケル・ジョーダンですよ。誰のこと話してると思ってるんです。闘争心の鬼ですよ。もし現代でプレイしてたら確実に練習してただろうし、いやもう練習どころじゃない、腕が上がらなくなるまで練習してたと思いますよ、3を極めるために。で、最初の2年こそ3は打たないかもしれませんけども、3年目から3ポイントシューターになってますよ。そもそも当時は3ポイントシュートがなくても試合に勝てたから練習しなかっただけで、もし今の時代勝つために3が必要だって言われたら、あの人は絶対3極めますよってこと。これよく聞くんですけど、3ポイントシュートのポテンシャルの見分け方ってフリースロー成功率にあるらしいですね。だから大学とかで3が上手かったのに、 NBA に入った途端3があんまり打てなくなった選手って軒並みフリースロー成功率が低かったりするんですよ。ロンゾボールとかそうなんですけど、マイケル・ジョーダンフリースロー上手いから、だから全然ポテンシャルはあると思いますし、現在プレイしてたら普通にリーグトップクラスの3ポイントシューターになってたとは思います。要はまあ3なくてもあそこまで達成できたのに何に対して文句があるのかってこと。3なくても5回の MVP と6回の優勝できたんだからさ、確かに3は下手だったかもしれないけど関係なくねっていう。それシャックってドリブル下手だったからあんまりすごくないよねって言ってるようなもんですよ。いやだからなんやねんって話、いらないスキルだったんだから攻めんのはちゃうやろってこと。で、最後、これはマイケル・ジョーダンだけじゃなくて他の選手も言われていることですし、人格とかオフコートのスキャンダルのせいで歴代ランキングの評価を下げる人、バカかってこれ前に言ったことあると思うんですよ。どこだったかな、あれだ、チェンバレン対ラッセルの比較動画で俺言ったんですけど、俺は歴代ランキングをする際にそのコート外のことをあんまり評価に入れないんですよ。その例えばバスケに与えた影響、バスケをどんぐらい広めたか、そういうのをあんまり評価しないんですよね。なんでかっつうと、それが評価基準に入ってきちゃうならもう何でもありになるやんってこと。例えばいつかマイケル・ジョーダン全ての面で越す選手が出てきたとして、その時にいやでもマイケル・ジョーダンはバスケ広めたからって言ったら、その選手一生越せなくなるやん。あとはまあもうちょい極端な話だけど、いつかレブロン・ジェームズを越す選手が出てきたとしましょう。で、レブロン・ジェームズと比較されてる際に、いやでもほらレブロンは学校を建てたからって言ったら、はぁってなるでしょ。まあバスケの影響と学校はあまり関係ありませんけど、要するに何が言いたいかっつうと、そのコート外のことを持ってきちゃうと、評価に持ってきちゃうと、もう何でもありになっちゃうってことなんですよ。だからあんまり考慮しないようにしてるんです。で、コート外のことに俺はリーダーシップとかも含めてます。リーダーシップと練習量とかも含めてます。俺はリーダーシップとか練習量をあんまり歴代ランキングに入れません。なんでかっつうと、まあそれらはね、間接的に影響はしますよ。なんでかっつったら、練習量多い人、リーダーシップが強い人、こういうのは自然とそれが直接的に彼らのキャリアをいい方向に進めるから、まあ間接的にではありますけども、それらは歴代ランキングに影響を与えます。でもリーダーシップとか練習量がすごいから歴代ランキングの場所が上がるわけではない。同じようにオフコートのスキャンダルとか人格とか、そういうのをさ、歴代ランキングに入れたらもう何でもありになっちゃうじゃん。例えばオフコートスキャンダルね。まあ今回はジョーダンの動画なんでジョーダンの話しますけど、まあマイケル・ジョーダンのオフコートスキャンダルって言ったらもうとんでもない量のギャンブルですね。もうそういうのは結構上がりますよね。あとは人格面でも、やっぱりそのチビの代名詞として人気なマグジー・ボーグズに対して、まあここでは言いませんけど、とんでもない暴言を吐いて、その後ボーグズの自信を奪ったっていうのもあるんですよ。で、ついでに言えばあんまりいい人ではなかったらしいし、ジョーダン。まあそういうのをね、全部歴代ランキングに入れたらさ、もう何でもありやんってこと。その好き嫌いやんってこと。俺はほら、マジック・ジョンソンの方がいい人だと思うから、だからマジック・ジョンソンの方が上かなってさ、なんやねんって話。オフコートスキャンダルも同じですよ。例えばね、オフコートスキャンダルとか、人格とかを見て、いいイメージを持たないとか、嫌うとかはわかるんですけど、だからこそ歴代ランキングを下げるってのはなんやねんって話。これもアホだと思いますね。これ言ってる人実際見たことあるんですけどね。そんなギャンブル依存症で人格も悪いやつが歴代最高とかダメだろみたいな、いやダメじゃねえよダメじゃねえよみたいなね。
いかがだったでしょうか。皆さん今回はそれだけです。この何々に対するアホな批判シリーズ面白かったら今後も続けていこうと思うのでぜひ見ていってください。あと高評価絶対押してくださいね。めちゃくちゃ伸びやすくなるんで動画が。はい、皆さんこのチャンネルでは NB のランキングなどを取り扱っております。これを見ているあなたが NB ファンだったりバスケファンだったりしたらぜひチャンネル登録お願いします。他のチャンネルとか Twitter とかグッズとかも全部いろいろあるのでぜひ概要欄をチェックしてみてください。皆さん今回も見に来てくれて本当にありがとうございました。それでは See you next time.